それではこちらの文献について間が発表させていただきます。まず、概要としまして、訓練、生成時に訓練データの情報を直接参照するといったようなリファレンスネットワークというものを NMT に用いた内容になっています。でいくつか翻訳タスクを試して、従来 の, その、リファレンスネットワークみたいなものを使っている研究の手法を上回ったという報告です。まず、リファレンスネットワークっていうものは、リファレンスメカニズムとかって論文にも書いてあったりするんですけど、何をしているかっていうと、大体、生成するときに違う、先行研究だと、生成するときにこう最近翻訳した入力文出力文とかの文情報を、参照する。でそれを一緒にこうコンテキストの情報としてモデルに入れてあげて、同じようにこう生成をしていくっていう流れなんですけど、先行研究だと、保持できる文の量に、少し制限があるような手法が取られているそうです。であと直近で翻訳した文を保存していくので、最初の数文はどうしても情報が少ないという問題がありました。そこで本研究だと、今までに生成してきた文じゃなくて訓練データの情報を用いるっていうことを提案しています。で、これ実際に自分たちが翻訳を行う場合、例えばもしこう日本語から英語に翻訳するときに、翻訳するのが難しい日本語側の単語とかフレーズがあった場合は、筆者たちはおそらくこの2つのどちらかをするだろうと言っています。1つ目が、難しいような単語フレーズを、翻訳しやすい、翻訳単語フレーズに言い換える。例えば、日本語で信釈ってなんか相手の立場とかをこう察してなんか手加減するとか察するっていうなんか考慮をするみたいな意味合いがあるんですけど、信釈するっていうものを直接英語にできない場合、信釈するっていうものを、考慮するっていうふうに言い換えるか、入力言語と、対象言語、例えば日英翻訳だったら日本語と英語の間で、対応の取れたもの、過去にこういう翻訳をしてきたっていうのがあれば、直接参照するっていう、2つがあるだろうと言っています。でこれをうまいこと、モデルに組み込もうっていう機構が、リファレンスネットワークです。で提案手法としては、以下の2つを提案しています。まずモノリンガルレフネット、単言語なんですけど、これは先ほどの1つ目、翻訳が難しそうな単語の言い換え、対象言語の言い換えをできるような、設計、それを言い換えるための情報を訓練データからうまいこと獲得できないかっていうような機構になっています。で次バイリンガルリフネットっていうのが、訓練データの中でこう、入力言語と対象言語の対応を、うまく取れるような、構造を、目的としています。でまず、モノリンガルリフネットから説明していくんですけど、大きく2つの、枠組みがあって、青い方が左が、普通の、NMT ニューラルマシントランスレーションなんですけどのモデルなんですけど、でオレンジの大きいところが今回提案している、単言語のリファレンスネットワークになっています。で、まずこの中では、訓練データの原文側の、情報を、埋め込んで、アベレージ取って使っていくと、その後にローカルコーディネートコーディングっていうのは LCC って言われる、ものに入力して、出てきた情報を、コンテキストベクトルとして、NMT に渡すっていう内容になっています。ここで LCC っていうのが、詳しくは説明しないんですけど、訓練データの情報を直接保存するのがまず無理だということで、意味的情報を圧縮するような手法だと書いてありました。
で次に、バイリンガルリファレンスネットワークなんですけど、今度は、まあ、同じように、右側のオレンジが今回提案するリファレンスネットワーク でこれちょっとややこしいんですけど、まあ今回まずは、ニーラネットワーク側の違うニーラル機械翻訳モデルの方の原文の文脈情報と訳文の文脈情報と、まあ、前回に出力したもの単語を、まあ、入れてあげて、で、まあ、LCC の中で訓練データの情報に基づいてこう、生成するときに参照できるような単語の情報を提供できるような内容になっています。ここ数式結構複雑だったので、よかったら論文の方を見てください。で、以上が提案手法で、今回実験を、まあ、2種類の翻訳タスクで行っています。まず最初、中国語、英語の翻訳。で、次が、英語とドイツ語の翻訳。で、論文の中だと中国語と英語の翻訳がメインになっています。で、これ何したかっていうと、まあ、既存のリファレンスネットワークを、使ってきた、モデルと、まあ、ブルーを比較して、であとは出力文を、まあ、見て出力文を比較っていうか、今回提案したモデルの出力文を確認して、まあ、あとはパラメータ数とか、まあ、ブルーの文調とかも見ているということです。で、次に英語とドイツ語の、翻訳については、まあ、NMT の次モデル、まあ、トランスフォーマーとかと比較するっていうことになっています。まず最初に中国語と英語の翻訳です。データセットの訓練開発テストデータはもうこちらに示す通りです。で、提案手法における、まあ、あのニューラル機械翻訳のモデルの部分はアテンション付きのセクテセクを使っています。でエンコーダー側が双方向の RNN で、デコーダー側が1層の RNN になっています。これに、まあ、モノリンガルだったりワイリンガルのリファレンスネットワークをくっつけるっていうふうなものを使っています。で中国語と英語だと比較従来のリファレンスネットワークを用いたモデルと比較実験を行うんですけど、まあ既存の手法がだいたい4つ、こちらに示す4つあって、上から CSNMT、LCNMT、CCNMT、DCNMT となっています。で、まあ、いろいろ、まあ、過去3つの文ベクトルの情報を用いるとか、過去に翻訳した文を一緒に入れるとか、直近25分の翻訳履歴を入れるとか、まあ、文章を翻訳するときにその今まで翻訳してきた文章の情報を全部、まあ、入れる、そのこの CC の文章レベルの行うとかって書いてあるんですけど、まあ、大きく分けてなんか大体、翻訳履歴をベクトルの形式で保存するか、メモリー形式で保存するかっていう違いだそうです。で、最後英語とドイツ語の翻訳の実験設定は、データセットはこちらに示す通りで、提案手法の NMT 部分が、先ほどとは少し違う、ディープライナーアソシエイティブニットモデル DeepLAU っていうものを使っています。これ LAU っていうのが GRU をなんか拡張したものらしくて、これエンコーダーデコーダーがともに4層あるそうです。でそこに、先ほどのようにこうモノリンガルだったりバイリンガルのリファレンスネットワークをこうくっつけて提案手法としています。で今回比較手法は、従来のリファレンスネットワークのモデルではなくて、まあ、ニューラルネットワークもニューラル機械翻訳の、まあ、強いモデルを並べて比較を行ったそうです。まず、中国語から日本英語の実験結果です。上から、一番上が DL4MT っていうのが、まあ、オープンソースのニューラル機械翻訳のモデルだそうで、あとこれが、リファレンスネットワークを追加する前の状態で、この4つが、まあ、比較する先行研究で、最後の、ディスワークっていう下が、提案手法になっています。
でまず、まあ、追加する前と後で見ると、まあ、追加したことでブルーが、まあ、向上をしていることが分かります。また、先行研究と比較しても、まあ、今までの結果を上回っていることが分かるかと思います。で、今度出力例を見ていくんですけど、まあ、原文と訳文と、リファレンスネットワークなしの状態と、あとは、まあ、モノリンガル単言語のリファレンスネットワークと、あとバイリンガルのリファレンスネットワークっていう、こう5列、5行あるんですけど、その結果を見ていくと、まず、原文でこのイチャンっていう単語があって、でそれが本当なんか英語に訳すとこうポリシーとかって出てくると嬉しいらしいんですが、リファレンスネットワークない状態だと出てきてなくて、リファレンスネットワークつけることで、まあ、それポリシーに近い単語が出てくることが分かっています。また、原文でこれだけちょっと長めのやつがあるんですけど、まあ、それが本当はこう下のように訳してほしいのが、NMT だと、まあ、全部アンノウンで出てくるのに対して、まあ、以下の2つだと、まあ、それなりに訳せていて、そのことで、訓練データに、まあ、そういうような近いような対訳があって、まあ、正しく情報を渡せているのではないかと言っていました。次に、英語とドイツ語の機械翻訳の結果なんですが、まず、上4つが、強い、性能が高いと言われている機械翻訳のモデルで、下が今回の提案手法になっています。まず、リファレンスネットワークをつける前の状態だと、まあ、上の3つには及んでいないんですが、リファレンスネットワークを用いることで、まあ、上3つには、大体上回ることができたと言っています。最後に、結論です。イントロダクションでも話したんですけど、訓練データの情報を、まあ、生成時に直接参照するリファレンスネットワークっていうものを、NMT に採用しました。でいくつか翻訳タスクをやって、従来の先行研究を上回って、現在のニューラルネットワークのニューラル機械翻訳のモデルに迫るような結果が出ています。最後に、ここに、先行研究の4つの文献を載せておきます。今回は以上です。